今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野、訪問看護という単元になります。訪問看護について、次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。訪問看護ステーションは24時間連絡体制が義務付けられている。訪問看護ステーションは24時間連絡体制が義務付けられている。というふうにありますが、これは誤りになります。訪問看護ステーション、 訪問看護事業所のすべてに24時間連絡体制が義務付けられているわけではないわけなんですね在宅,し在宅療養支援病院とか在宅療養支援診療所っていうところはこれは24時間体制というのが最初から義務付けられておりますが訪問看護に関してはそうではないということですね、まあ、もちろん24時間体制のところもあります 訪問看護には緊急時訪問看護加算というですね24時間体制というものを整えていることによって算定できる加算というものがありますからそういった加算を算定しているところは24時間体制をとっておりますが全ての訪問看護ステーションがそういうふうになっているわけではありませんので、まあ、そこを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで訪問看護について問うている今日の問題ですが。 訪問看護ステーションは24時間連絡体制が義務付けられているというふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。